わかった。あとは自分で何とかする。もう慣れたから。飛ぶわよ。遅れてしまったか。私のせいでこの仇必ず取る。今は手がかりを探すのが先だ。地元の住民ってわけないか。目標座標に行くには川を渡るしかない。この流域にはピラニアがいるから、ボートでも危なすぎる。情報から見れば、この辺りの古い橋が使えるはず。それにかけるか。あれは、逃げるとは戦う意志がないか。なんか昔似たような奴らに襲われた記憶が。シャドウ島の時か。ここは慎重に行こう。
友達。そうか、その保険は君か。 X だ、よろしく。うん、目標位置まで案内するね。よろしく頼む。いや、待って、君はこの辺で隠れろ。静かになるまで出るな。いよいよ来たか。ここを突破しなきゃ奴らのアジトへはいけないようだ。行くぞ。こんなもんか。大丈夫？これくらいは平気さ。君は怪我してない？平気。よかった。安全なところに行こう。まさか。これで逃げる気？らしくないな、X。誰だ？ほんと、お久しぶりね。ここで会ってびっくりしたわ。アッシュラ？生きてたのか？そっちこそ、よくあんな傷で死ななかった。しかも20年前と全く変わってないように見える。その体、もう人間のものじゃないんだろ。そうかもしれないが、ウイルスと麻薬で体を維持するお前に言われたくないな。元はお小遣いを稼ぐつもりだったが、雇われてよかった。今度こそ仕留めるわ。お前を殺せなかったのは私のミスだった。今日すべて終わらせる。
いや、今はこんなことしている場合じゃない。逃げよう。情報によると、麻薬組織には予備の研究施設がある。そこを完全破壊しないと、今までの成果が台無しだ。しかし、そこにたどり着くには、アズカ人の村を通るしかない。アズカ人の文字は、さっき解読されたようだ。何か手がかりになるものはないだろうか。アズカ人のボスか。悪いが、ここは通らせてもらう。メイが奴らにさらわれた。発信機をつけていてよかった。今回は正面突破だな。
丈夫？怪我してない？うん、大丈夫。無事で何よりだ。村への道、わかるか？うん。早く行きなさい。私は後で迎えに行くから。はい。しぶといやつだ。しつこい男はモテないよ。アッシュラ、どうして？寄生生物に侵食されて言葉も通じなくなったか。バイオテロに手を染めた者の哀れな末路だな。さようなら。それから私はメイの保護者になり、彼女と一緒に暮らすことにした。家族を失った彼女の心の傷は時間が経てば癒されるでしょう。これは私ができる小さな償いに過ぎない。せめてこの子をこれからはもう辛い生活をさせないように努力したい。アシュラも死んだ。冷戦時代の遺産と呼ばれた私たちの中にまだ残っているのはこのサイボーグ化された体しかない。私も彼女もただ死に場所を求めているかもしれない。それでも私は戦い続けていく。この勝ち負けのない戦争の中で。